ます。ただいま緊急的にカメラ回してるんですけど、本日は部長の一日に密着っていう形で動画にしていきたいなと思います。で、今日が8月の3日7時57分っていうとこなんですが、会社は休みです。オフィシャルお休みで、前回部長が塗装女子辞めますみたいな、なんかサムネで出した動画の時に言ってると思うんですが、国家資格の講習だねのために休みを返上して、僕と部長ともう一人スタッフの方、あのタフト乗ってる子ですねが、今毎週日曜日9時から5時かの間、南港の方で講習一緒に補佐役として受けてるっていう形取ってるんですが、あと塗装ですね、塗装の検定が明日なんですよ。金属塗装1級2級の実技検定、それの前準備っていうことで、今から千奈の技専工テクノサービスだったかなっていうところまで行って、塗装したり、なんかこうパテ入れたりとか、なんかこう筒みたいな鉄板にラッカーパテ入れたりとか、僕も受けたことあるんですけど、それをやる実技の講習するための準備、汚れてもいいようにビニールを引いたりとか、実技する子たちの材料を並べたりとか、まあいろいろあるんですが、それを午前中今から用意しに行く。でそれが終わると一旦こっちの大阪の方、北の方に戻ってきて、新大阪っていうところで次は日本福祉車両協会の近畿ブロックっていう、まあ近畿のブロックがあるんですけど、それの勉強会があるので、それが午後の2時から夕方の5時だったかな、まあ懇親会の方まであるんで、それに参加っていうことで、それもブロック長任されてますから、準備とかもろもろがあってやってるっていう形ですね。言うていただきましたね。おはようございます。じゃあ挨拶、皆さんに一言お願いします。どうぞ。お疲れちゃんです。ビエスチェンヌのおかえりというわけで、まあ、早速チェンヌの方にちょっと時間がないから、もうすぐに向かいたいなと思います、はい、今日は部長の密着取材やから、ね、密着取材、はい、はい、じゃあ行きます。いいよ。時刻が今何時だ ?7時50分 ?8 時前前だしね、はい、到着しました、はい、これがだから塗装の実技検定の会場ですね。マスク忘れた。マスク忘れましたね視聴者の方々ラッキー。今日は部長マスクなしで行きますよ。なんかコンビニ寄るし。何すんの明日の金属塗装の試験の準備、うん、です。具体的にどんな準備なのかこの借りるから汚さないようにビニール貼ったりとか、うん、あと廃液、うん、捨てるところを準備したりとか、うん、じゃあまあ試験受けに来る子たちがさっと試験受けれるようにまあ準備するって感じか、はい、そうです。で昼からまた新大阪戻らなあかんからね。そうですね。大変タイトスケジュールですよ犠牲号から新大阪までだいたい約1時間ぐらいかかるんで。1時間だね、うん、11時ぐらいには出ないとちょっと間に合わないんで。そうですね、はい、じゃあまあお手伝いさせていただいて、はい、移動しましょうか。はい、はい、暑いっすね暑いっすねどんな感じ今これをやってるね、はい、視聴者の人に分かりやすく結局だからここが会場なんやね、うん、この会場でおいで保護して、うん、受験生が使っていい受験生、うん、受講生が使ってもいいわけを、うん、マスキングテープで引いて、あちょっと行こうか見えへんな、はい、これやね、うん、この黄色で囲ってるところを使っていい。あこの一マスで試験が行われる、うん、一マスって感じか、はい、結構狭いな。そうですね、この中でまあ作業をしてって感じだ、はい、時刻はただいま9時半でございます、はいはい、早いね、はい、こんだけの人数でやると頑張っていく。うちの小場はどこや。うちの子はあっちやね。ここ一級ゾーンやから。あ、ここ一級ゾーンか。あっちの後ろか。はい、綺麗に準備が終わりました。今。はい。で、時刻が。コバがどこや。コバここ。ナンバーワン。一番かよあいつ。寝起きとく。寝起きとく。
ピロ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 受かるな明日ここでじゃあコバがテストを受けるわけやね、はい、実務の一番つけて、はい、私が試験監督でこの辺うるうるするプレッシャー与えて与えます。なるほど。コバの合否はぜひ動画で追っかけたいなと思います。はい、はい、11時12時には新大阪戻れたら2時から福本スペシャル協会の講習会、ちょっと僕もねみんなの前でなんか喋らなあかんみたいなね。そうですね、15分間喋るわけありますね。 YouTube についてみたいな、昨日いろいろ考えてんけど何喋ろうかなみたいな。じゃあ今日はお疲れ様、今日はちゃおうか何言ってん、今からやんな。そう、でも1時から受付せなあかんから。そうやね、化粧直しもせなあかんな。でも汗で取れちゃった。びっしょびしょびっしょびしょシャワー浴びたみたいになって、服の上から暑い。じゃあとりあえず次新大阪戻りましょうか。戻りましょう。はい、はい。はい、宣告となりましたので、始めさせていただきます。 YouTube やることによって誰にどこで誰にどんな風に見せたいっていうのがあって、でそこから主婦客 PIC の顧客につなげていくっていうシナジーモードみたいなのがなくて、まあ、僕今はシナジーモードっていうのを大事にしてるんですけど、まあ、とにかく YouTube って何のためにやってるんですか、誰のためにやってるんですかっていうところだけは自分なら理念を持って、まあ、福祉施設の方、一般のお客さん、まあ、会社のっていう人をカテゴリーに分けて、でそのカテゴリーにはまるように YouTube を撮る。で一律にいつも意識してるのは、とにかく再生回数が回らないとやってる意味ないんで、ただ自分の好きなことを言って自分の好きなことを出してる人いっぱい出るんですけど、画面越しの誰に向けて何を喋ってるかっていうのを意識してやれば結構普通に YouTube すると思います。これが本当です。素人僕ができてるんで、まあ、そういう風にして僕もなんかいろいろ新しいことできたらなっていつも思ってますんで、これからもよろしくお願いします。左足をアクセルを取り付けて販売する場合の部品の仕入れは非課税だと思われます。課税です。仕入れは課税です。販売しない。カメラ全然回せなかったんですけど、まあ福祉車両協会近畿ブロックの勉強会、すごくすごく有意義で、普段来れない人とか、あと新しく入った新規会員の方、いろんな人と経営者の人とお話できて本当に有意義な時間を過ごせました。はい、はい、でちょっと緊急的に明日引き続きカメラを回していこうということで、はい、うん、検定の日も部長は部長でカメラ持って、だから別々になるわけですよ。僕ともう一人 のタフト乗ってるスタッフの子は車台整備の、まあ、簡単なテストやって実技のテストやる。で部長は部長で塗装の方に、金属塗装1級と2級の方、コバが来る会場に行ってもらって、別々なんで全然場所が違うんで、お互い別れて休みだけど、まあ、やってますっていうのを引き続きカメラ回していこうかということで頑張りたいなと思いますので、切れるかな頑張って起きてください。ちょっと見れちゃう、花火見れた方が良かったんじゃないの帰り。まあね、うん、お疲れの花火が見れたから、うんうんうん、はい、ということで、はい、じゃあ引き続きカメラを回していきたいなと思います。板金塗装業界盛り上がれ、チャンネル登録もよろしくね。